鉄道コレクション第14弾ボックスということで、こちらですね、鉄道コレクションの第14弾というものでございます。だいぶ前ですね、調べてみましたら2011年に発売されたものですので、今から約、7年前でございます。7年ちょいですね。はい、なんでこれがお手に入ったかというと、まあいいや、とりあえずね、ボックスをパカッと、10個入ってます。なんでこれを手に入れたかというと、なんか売れ残りセールみたいなので店頭にありました。箱でしか買えなくて、3500円ぐらいでしたね。はい、単品であったらね、つまめるんですけど、ラインナップが大井川鉄道と豊橋鉄道、富山地鉄の旧都像、富山地鉄の大根と大井川鉄道なんと長野電鉄と京福ということで、これは京福と長電を持っているので、まあ特に今回欲しいのとかはないです。まあ、地鉄が出ればなぁとは思ってますので、シークレットもね、シークレット確か施設だと思うので、まあそれも出ればね、いいかなと思います。ではお待たせしました。長々とね話しちゃいましたけど、長々の話もしょうがないので開けましょう。さあ、ブラインドボン久々です。1投目、はいはい、わからない。今回はどうしようか。じゃん。だいぶ古いんで、多分ライトもクリアパーツじゃないものだと思いますよ。はい。じゃん。こちらは多分大井川鉄道です。ライトが2灯ですね。新しく買った照明を使ってるんですけど、なかなか使いこなせてないですね。こんな感じです。はい、3829です。もは、はい、まあ雰囲気だけを楽しんでくれればいいと思います。14段でだいぶ売れ残った段ですよね。結構長く店頭まで上身とかも置いてあったものなので、まだあったんですね、どっかに。おいがですね、展示レールとパーツ、底用台車と、これなんだろう、アンテナかな。はい、一応見ときましょう。懐かしいですね、14段。自分は長野電鉄は駅で買いました。駅で単品で売ってんのを買って、京福はもらいましたね、友達からもらいました。はい、じゃあじゃんじゃん開けましょう。雰囲気を楽しんでもらえばいいです。はい、一つこれ、定価がここに700って書いてあるので、当時は700円で売ってたようですよ。だから2割だから600円ちょいですね。はい、おっと、豊橋鉄道、箱邪魔だな。こちらは豊橋鉄道ですね。これ元名鉄なんかな、全然知らないんですけど、これは何だろう、も1721、ライトが特徴的ですね。こんな感じで三河田原新豊橋、一回だけこの厚見線を乗ったことがあるんですけど、台車がすごいな。この段はなんで不人気だったんでしょうかね。ラインナップが悪かったのか、作りすぎたのかは分かんないですけど、あんまり本当に結構最近つっても2年ぐらい前まで店頭で見てたので、もうちょい前かな。台車がすごい。21段も未だに21とか、最近の21とか22だっけな、あそこら辺もまだ店頭で見るんですけど、人気がないんでしょうか。おっと、なんだこれ、取れねえ、何これ、
取れないよ。ほらほら、海苔漬けがすごい甘かったりなんだったりで、え、何これ、取れないじゃん。うえし、うえ、こんな感じで、じゃん、季節のっけどそうです。季節ってこれシークレット被害出たら、シークレット被害とシークレットが出たらどれが被るんでしょうか。昔から被害は同じものって決まってるんですかね。あの大根、仮にシークレット出ても困るな。はい、けどそう、全然知らないです。季節は季節でも、これは自社オリジナルだっけ、なんだっけ。はい、三連チャンモハです。また台車が特徴的ですね。うん、特にコメントすることも乗ったこともなければ見たこともない車両でしかないので、みんな長野電鉄ぐらいか。4箱目いいのか。ブラインドって結構なんかちょっとワクワクする。うい、あ、軽服、軽服です。よいしょ、おっとごめんなさい、よっと、じゃん、軽服の塗装好きなんですよね自分。まあ今は越前鉄道となっちゃって、ちょっとある事故をきっかけになくなっちゃったんですけど、2200だっけ、阪神中野元あれの、軽服塗装が好きでしたね。なかなか画像とかで見てネットで探していいなぁ、この塗装。リバイバルはやらないだろうなぁ、越前鉄道は。みんなこいつらクーラーないのか。いやぁ、パンダグラフが黒色ですよ。5箱目。のり付け適当だなぁ。うん。施設。見えてないよね。はい。さっきも剥がれたので、こっちはクハでしょう。はい。車紋これ、両方に入ってるんだ、これ。両側に。この車紋の両側に入ってるんですね。へぇ。へぇ。なんか珍しい。お。うん、なんもない屋根。何これ、雨どいか、ここだけ雨どいがある。すごい再現がすごいな。一体こういうのって資料はどこから探してくるんでしょうね。もう結構する時設計図とかで使ってるんでしょうか。これ、あと、もう一個これ、この段箱買いした理由があって、ただ適当にまあ安かったから開封してみようってことで買ったってのもあるんですけど、あ、季節。ってことは、このまま行けばシークレットは出ない？どういうこと？どうなんでしょう？よくわかんない。だいぶ前のやつなんでね、シークレットが入る粉乳の方式も変わってるのかもしんないし、今と。白飛びがすごい。実写は見たことないですけど、塗装はおなじみのやつですね。あ、これも両側にありますね。おー、すごい。この塗装いいな、やっぱ好きですね。あの、かぼちゃ、かぼちゃも好きですけど、実はこの大根の塗装も好きなので。もう10分ですね。はい、よっ。6、6じゃない。7箱目。はい、いいよ。大井川。さっきモハ出たので、クハです。こっちも。こんな感じで。ワンマン。2両ワンマンは大変そうですね。
今じゃ当たり前なんですけどね。2両編成でまんま。今地下鉄とかもまんま運転になってるんで、6両とか5両とかでも。大変そうですね。なんかトラブルとかあった時大変そうですよ。一人でやんなきゃいけないんで。ああ、で、これなんで買ったかっていうと、フリーランスの車両をまあ適当に作ろうかなとか思ってたんで、なんか昔の車両だったんで、ちょうどいいかなっていう。架空の車両作るのには、最近のなんか銀色の車体のやつより面白いかなと思って、買いました。はい、こっちはあれか、豊橋鉄道ですね。はい、ライト本当にすごいな、特徴的な。これ点灯化したら逆にすごいけどな。うぃ、取れそうだな。これつまめん、つまめんすごいな、取ってつけたような感じ。9箱目。あと残ってなんだ、大井川の、なんか展望車みたいなやつと、長電か。じゃん。お、長野電鉄。です。1003だっけな。1003、合ってますね。これの、14段が出た時に、駅の売店で、とか、駅の売店つか窓口で、これだけ定価で確か700円だか800円だかで買った覚えがあります。これは保存されてるんだっけな、されてないのか。なんか大町坂の方に川田から運ばれたみたいなこと、それじゃないのか、それじゃなくていいんだっけな。あと最近の鉄これと違うのといったら、塗装が乱れがないっていう。細かなパーツとかクリアパーツになったりとかは最近進歩してると思うんですけど、こういう塗装の技術では昔の方が綺麗だったな、当たり外れがないなっていうのはあった気がします。そんなように思えますよ。はい、最後です。じゃん、大井川鉄道。展望車？なんだろうね、これ。窓ない。窓ない。すごい。水玉ですね。何からの改造車なんだろう。はい。特徴的ですね。すごい水玉。渡り度でかすぎでしょ。何に連結されてたんでしょうね。ここにクハって書いてあります。861番、ユーカー車スカスカ。スカスカ。逆にこの、なんだろう、支えの中の棒が目立っちゃうぐらいに。トロッコなのか展望車なのか分かんないですけど、これも後で調べてみましょうか。自分でホロまで水色。はい。はい。ということで、こんな感じでした。残念ながらシークレットは、残念ながらなのかわかんないですけど、シークレットはなかったですね。はい。ということで、鉄道コレクション第14弾の開封でした。また。